伊藤健太郎、福原遥かかける水上常時 W 主演映画で見せた完全復活名演技。主役食い存在感24年4月藤山市多朋久主演作ヒロイン女優も躍動。12月8日、福原遥25と水上常時24のダブル主演映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたら公開された。 あの花は、潮見夏栄氏による同名小説が原作の映画。女子高生の加納ゆり、福原がが第二次大戦末期の日本にタイムスリップし、佐久間翔水上原特攻隊員の青年たちと出会うことで始まる、時空を超えた切ない恋の物語である。ゆりを演じた福原さんは、タイムスリップ後は戦争の悲劇。 悲惨さに胸を痛める姿を講演。水上さんは戦時中の日本男児らしい雰囲気が出ていて、二人とも主演として火の打ちどころのない名演技ではありました。しかし、実際に映画を見た人の間では、サブキャラクターを演じた伊藤健太郎さん、26と出口なつきさん、22が、福原さん、水上さん以上に存在感を放っていると声を上げていますね。 女性誌編集者。タイムスリップしたゆり、福原は小さな食堂で働くことになり、そこでー水上も含めた5人組の常連、お腹ペコペコ隊と出会う。そのメンバーの一人が、伊藤演じる石丸だ。石丸は明るく場を和ませるムードメーカー。そして、 お腹ペコペコ体は5人全員が近日中に特攻に向かうことが決まっていてという設定だ。出口はそんな石丸に思いを寄せる魚屋の娘千代を演じている。章が秀才で寡目だっただけに石丸が明るくムードメーカーとして振る舞う姿は非常に印象に残りました。観客も千代やゆりと同じく。 あんないい人が特攻に行ってしまうんだよなというやるせない思いで胸がいっぱいになったことでしょう。内容はぜひ映画館で見てほしいですが、石丸が千代に見せたとある一発芸は、本当に泣けましたね。全同。映画パンフレットで伊藤は、特攻隊の石丸が明るく言いようと努めていることは、覚悟、心が相当強いとコメント。 映画を担当した成田洋一監督から伊藤くんは石丸にすごく似ている気がすると言われ嬉しかったというパンフレットでは伊藤さんの起用は監督立ってのキャスティングだったことも明らかになっています伊藤さんは不祥事で役者生命が危ぶまれた時期ありましたがやはり映画監督が使いたくなる魅力がある確かな実力を持っているということですよね 同、伊藤は2018年放送の各県と34、主演の連続ドラマ、今日から俺は、日本テレビ系の準主人公駅で大ブレイクを果たしたが、20年10月28日に引き逃げ騒動を起こして逮捕、後に不起訴。地上派ドラマや CM から姿を消していた。そこから約1年後の21年10月に主演舞台。 サウィフルソウルで役者業を再開し、22年には主演映画、冬バラ、冬装備も公開。冬バラは伊藤ありきで描かれた当て書きで、伊藤は自堕落に生きてしまう若者を生々しく演じていた。冬バラの監督である坂本淳二氏は、日本映画プロフェッショナル大賞の監督賞を受賞したが、受賞式で伊藤の魅力を小細工じゃなくて、 素直な芝居ができるところ。普通の芝居って本当に難しいんですけど、それをごく自然にやれるところ、とコメントしている。今回の映画、あの花で伊藤さんが演じた石丸は、現代人である主人公の目線では、特攻隊は異常に見えるけけれど、まさに戦時中の普通の人間でした。だからこそ、石丸が、 お腹ペコペコ体などと年相応に楽しく過ごす姿や、千代出口とのつかの間の関係が非常にリアルでした。そして、その伊藤さんの相手役の出口さんも今、急上昇してきていますよね。全室の女性誌編集者。出口は、1月13日配信の森七22とのダブル主演ドラマ。 マイコさんちのまかないさん、ネットフリックスでドラマ初主演を果たすなど今、大注目の若手女優。現在の10月クール放送の食べみかこ、34、松下公平、36、今田美代、26、神尾風樹、24のクアトロ主演連続ドラマ、一番好きな花、フジテレビ系にも出演している。第7話で終盤のキーマン式緑、 田中れな、43の大学生時代を演じ、収目を集めたばかりだ。井出口さんは、非常にナチュラルな演技ができる女優さんですが、今回のあの花、でも出口さんの演技は素晴らしかった。主人公のゆり、福原と交流するシーンや、石丸との終盤のシーンなどは、本当に自然でしたね。全道、石丸、伊藤と千代。 出口の切ない恋物語は、主題であるゆり、福原と正、水上のシーン以上に観客の胸に響いたようだ。伊藤健太郎さん演じる石丸と出口夏樹さん演じる千代の物語を、メインにして見てみたいって思うくらい、お二人のお芝居が素晴らしかったです。とても良かった。主要キャストみんな最高だったけど、 特に伊藤健太郎くんがハマり役すぎた。明るいキャラが逆に切ないという。朝一の上映会で見に行ってきた。原作未読だから完全に初見なんだけど、途中から涙止まらなくてやばかった。主役二人はもちろんだけど、石丸と千代ちゃんが切ない。やっぱ伊藤健太郎いい役者だよ。といった声が多く寄せられている。 井出口さんは2024年4月クールに富士テレビの木曜日夜10時の木曜劇場の枠で放送される連ドラのヒロイン役も内定しているといいます。同ドラマの主演は山下智久さん38で気象災害に立ち向かう本格ドラマだといいますね。伊藤さんの完全復活に井出口さんの新たな輝き十四年以降のドラマ界。 映画界はまた大きく動きそうですね。制作会社関係者。混沌大注目の映画、あの花が咲く丘で、くんとまた出会えたら。そこでは4人の若手俳優が暗い光を放っているようだ。映画の舞台は1945年6月。戦争が終わる2ヶ月前である。